リンパ玉は、脊椎動物の免疫系における、白血球のサブタイプの一つである。リンパ球には、ナチュラルキラー細胞、T 細胞、B 細胞がある。これらはリンパ中で見られる主要な細胞種であり、そこからリンパ球と呼ばれる。赤血球に取り囲まれた染色されたリンパ球。光学顕微鏡を用いて観察リンパ球の三つの主要な種類は、T 細胞。 B 細胞、ナチュラルキラー細胞である。リンパ玉はそれらの大きな核によって同定することができる。T 細胞及び B 細胞は適応免疫応答の主要な細胞成分である。T 細胞と B 細胞の機能は抗原定時と呼ばれる過程の間に特異的な非自己抗原を認識することである。抗原が侵入者であると同定されば、これらの細胞は特定の病原体、 または病原体に感染された細胞を最大限に排除するよう仕立てられた特異的応答を生み出す。B 細胞は大量の抗体を生産し細菌やウイルスのような異物を中和することによって病原体に応答する。病原体に応答してヘルパー T 細胞と呼ばれる一部の T 細胞は免疫応答を支持するサイトカインを生産するのに対して 細胞障害性 T 細胞と呼ばれる別の T 細胞は病原体感染細胞の死を誘導する強力な酵素を含む下流を生産する。活性化後、B 細胞と T 細胞はメモリー細胞の形で自身が遭遇した抗原の持続的な遺産を残す。動物の一生を通じて、これらのメモリー細胞は遭遇した個々の特異的病原体を記憶し、その病原体が 再び検出されれば強力かつ素早い応答を開始することができる。NK 細胞は自然免疫系の一部であり、腫瘍及びウイルス感染細胞からの宿主の防御において主要な役割を果たす。NK 細胞は MHC クラス I と呼ばれる表面分子の変化を認識することによって、正常細胞及び非感染細胞から感染細胞及び腫瘍を区別する。 NK 細胞はインターフェーロンと呼ばれるサイトカインのファミリーに応答して活性化される。活性化された NK 細胞は細胞障害性下流を放出し変化した細胞を破壊する。ナチュラルキラー細胞という名称は MHC クラス I を各く細胞を殺すために事前の活性化を必要としないことから付けられた。血液細胞の発生哺乳類の幹細胞は 骨髄内で複数の血液細胞へと分化する。この過程は増血と呼ばれる。すべてのリンパ玉は共通のリンパ栓具細胞が起源である。リンパ球の分化は様々な経路に従う。リンパ球の形成はリンパ球増血と呼ばれる。B 細胞は腸類におけるファブリキュス脳の透過器官において B リンパ球へと成熟するのに対して T 細胞は 強戦と呼ばれる異なる器官へと移動し、成熟する。成熟後、リンパ玉循環及び抹消リンパ系器官へ入り、侵入する病原体や腫瘍細胞を検査する。適応免疫に関与するリンパ玉は抗原に暴露された後で、さらに分化し、エフェクター並びにメモリーリンパ球を形成する。エフェクターリンパ玉は抗体、 細胞障害性下流を放出することによって、または免疫系の他の細胞へとシグナルを伝達することによって抗原を排除するために機能する。メモリー T 細胞は抹消組織及び循環系に長期間止まり、将来同じ抗原に暴露された時に応答するために備える。メモリー T 細胞は数週間、数年、一生生存し、これは 他の白血球に比べて非常に長い。人の正常な循環血液の操作型電子、顕微鏡画像。赤血球、リンパ球、単球、好中球を含む白血球、多くの小さな結晶板が示されている。ライト染色された末梢血と末標本を顕微鏡的に見ると、正常なリンパダ玉は大型で暗く染色された核を持ち、 高酸性細胞質は皆無か、それに近い。正常な状態では、リンパ球の荒く、密な核は赤血球の大きさに近い。一部のリンパ球は、核の周囲にクリアな核金棒領域を示すか、核の片側に小さく、クリアな領域を示す。ポリリボソームは、リンパ球における、際立った特徴であり、電子顕微鏡を使って見ることができる。リボソームは、 タンパク質合成に関与し、これらの細胞における大量のサイトカイン及び免疫グロブリンの生成を可能にする。末梢血と末標本において T 細胞と B 細胞を区別することは不可能である。通常、フローサイトメトリー検査が特定のリンパ玉数の係数に使われる。フローサイトメトリーを用いることで免疫グロブリン、または 文化抗原群マーカーといった特異的細胞表面タンパク質の固有の組み合わせを含むリンパ球または特有のタンパク質を生産するリンパ球の割合を特異的に決定することができるリンパ球が生成するタンパク質に基づいてリンパ球の機能を研究するためイリスポットや分泌測定のような手法を使うことができる循環系においてリンパ玉は リンパ節からリンパ節へと移動する。これは、むしろリンパ節から動かないマクロファージと対照的である。リンパ球の係数は大抵、末梢全血球計算の一部であり、係数された白血球の総数に対するリンパ球のパーセンテージで表される。リンパ球の数の一般的増加は、リンパ球増加症と呼ばれる。それに対して、低下は、リンパ球減少症である。 リンパ球濃度の増加は大抵、ウイルス感染の兆候である。高いリンパ球数と低い甲虫球,球数は、リンパ種によって引き起こされているかもしれない。以前は、リンパ球増加促進因子と呼ばれていた百日関、毒素は、リンパ節へのリンパ球の流入を低下させ、これによって、リンパ球増加症と呼ばれる症状がもたらされる。これは、 多くの細菌感染では代わりに高中球優位が示されるという点で特有である。低いリンパ球濃度は下下手術あるいは外傷後の感染リスクの増大と関連している。低い T 細胞リンパ球の一つの原因は人免疫不全ウイルスが T 細胞に感染し破壊した時に起こる。これらの T 細胞が提供する重要な防御なしでは人体は日和未感染しやすくなる。 HIV の進行の程度は患者の血液中の CD4T 細胞の割合を計測することによって決定される。HIV 感染は最終的には後天性免疫不全症候群へと進行する。その他のウイルスまたはリンパ球疾患の影響は血液中に存在するリンパ球の数を数えることによって見積もることもできる。 一部の癌では、リンパ玉は腫瘍へと移動し、攻撃することができる。これによって、原発腫瘍の退縮が引き起こされうる。白血球の血液検査の参考基準値。リンパ玉は青で示されている。ありがとうございます。